V 字に次きし固定されたリンゴのキツギキとは2個以上の植物体を人為的に作った切断面で接着して一つの個体とすることである。この時上部にする植物体を保義、下部にする植物体を第二という。通常遺伝的に異なる部分から構成されている個体を作る技術として用いられるが果樹等の育種年限の短縮化。 つぎ木雑種の育成などの目的で行われる場合もある。柑橘類の代儀にデコポンをつぎ木した霊ぎ木は、挿し木や鳥木と同じく有用植物を枝単位で栄養生殖させる方法である。他の方法と根本的に異なるのは、目的とする植物の枝から根を出させるのではなく、別の植物の根の上に目的の植物の枝をつなぐことである。次ほど代儀は、 禁煙な方が定着しやすいが、実際には、同種ではない組み合わせもよく使われる。うまくいけば繋いだ部分で、互いの組織が融合し、一見は一つの植物のような姿で成長する。もちろん実際には、この接触させた位置より上は、目的の植物の枝から成長したものであり、それより、下は、第二の植物のものであり、遺伝的に異なっている。 ただし、稀にこれらが混じり合って、キメラや、さらに遺伝子のやり取りが行われることもある。継ぎ木が成立する仕組みとして、細胞壁を溶かす高素セルラーゼが働くと、継ぎ木がしやすくなることが確認されている。継ぎ木の目的は、継ぎ穂とする植物の増殖であることが多い。刺し木とは異なって、初めから根があることが有利な点となる。欠点は、 大木となる成長した植物を準備する必要がある。ために、挿し木ほど効率が良い繁殖ができない。次木の目的としては、この他に次穂にする植物の根を、大木の植物に置き換えることそのものである例もある。改良された農業品種は、性質が弱い場合がままあり、例えば根の病害虫に対して弱い場合もある。このような時、より強健な野生種の根を大木にしてその品種を、 つぎ木するのが有効であることがある。さらに特殊な例では、葉緑体を持たなくなった品種を野生種の上に灰で育てるというサボテンの例もある。コニファーでは、根張りの悪い品種の欠点を補うために、つぎ木での繁殖が行われることがある。よくある失敗としては、第二の方から新芽が出た場合、こちらが元気になって、いつの間にか次穂の方が亡くなってしまうというのがある。 例えば、ライラックを植えていたのに花が咲くと、なぜか、イボタの木だった、というのがこれにあたる。国際下と緑の博覧会で展示されたトマピーナも、継ぎ木により作られた。野菜への継ぎ木栽培は、1927年に、兵庫県赤市郡林、崎村の農家、竹中長蔵が、スイカのつる割病対策として開発したものが、世界初である。その後、ナス、トマト、 ピーマン、キュウリ、メロン等、様々な野菜の継ぎ木栽培技術が開発された。1987年のモントリオール議定書採択により、土壌消毒剤のシュカメチルが使用禁止となり、これに代わる継ぎ木栽培が求められた。1990年に、ハンギトシタカが全農式予備継ぎ期内生産システムを開発し、これは、現在、世界で、 最も普及しているセル成形内利用の継ぎ木法である。キュウリの苗の継ぎ木の部分。左が大義右がキュウリ。継ぎ木雑種とは異なる品種の作物を継ぎ木した結果、変異などにより生じた新種。栄養雑種ともいう。古代ギリシア人は継ぎ木によって果実の香りや色を改良するよう試みた。ソ連の類ンコは継ぎ木のみで雑種ができると主張し、 遺伝的な性質までも変化させるという学説をルフした。スターリン、ソ連政府のお墨付きによって絶対的な学説とされたが科学的な実証性のない学説であったため、その後、次期によって新しい品種はできないとされた。類線古理論が否定された後も、次期によって新しい品種を作ろうとする農業生産者の取り組みは独自に進められた。最近では、 佐賀県武雄市の生産者が、温州みかんの木に、レモンの苗木を継ぎ木することで、味が甘く、形が丸いレモンを作ることに成功している。現代の正確な DNA 分析によって、確認されている継ぎ木雑誌として、唐辛子とピーマンの継ぎ木で生まれた、ピートンガール。サイエンスの2009年5月1日号には、ドイツのマックス・プランク研究所の研究者が継ぎ木で、 細胞間の遺伝物質の交換が生じることを示唆する論文が発表された。ありがとうございます。